ショットバスケットボールにおけるショットとは、自チームが得点するために、バスケットの上からボールを通すことあるいはそのための、動作、ないしボールがバスケットへ至るまでの一連の流れのこと。シュートは通称であり、ルール、日本バスケットボール競技規則上ではすべて、ショットと称される。シュートはショットを放つという、意味の動詞として用い、ショットを放つプレイヤーを、シューター、 ショットを放つ役割のガードは、シューティングガード、ショットを放つ動作を、シューティングモーション、ショットを様々な場所から、反復練習するのを言うとアラウンド、のように用いるのは、正しい用法である。バスケットボールで、通称、ゴールと呼ばれる、バスケットは床から305センチの位置にあるため、ゴールするために、選手は、頭上の高さへとボールを運ぶことが要求される。 リングの内径は 45cm で、ボールの直径が759でおよそ 24cm で、あるため、真上からボールがリング内を通過した場合、クリアランスは 21cm あることになる。しかしながら、ダンクショットなど特殊な場合を除いて、実際のショットでは、リングの水平面に対して、角度を持ってボールを通過させなければならないため、リングへの入射角度、 つまりは、ショットの際の発射角度と、速度、距離、それらによって決まる最高到達点が、ショットの成比に大きく影響することは言うまでもない。入射角度がおよそ30度以下となると、ボールはリングに触れることなく通過することができなくなる。バスケットボールでは、サッカーやバレーボールとは異なり、ボールの質量、移動速度などから、ボールの回転による空気抵抗で生じる軌道の変化は、 ほとんどなく、放物線を描くと考えて良いが、バックボードや、リングなどで跳ねたり転がる際に変化が生じるた、ボールの回転もショットの成否に少なからぬ影響を及ぼす。フィンガーロールショットや、バンクショットに、その応用を見ることができる。実際には、ボールの保持方法、肩、肘、手首、指のバスケットに対する方向や位置関係、ステップやジャンプ、 シューティングモーションのシンクロ具合、腕を伸ばす動作と手首のスナップとの連動具合、フォロースルーの取り方などが、ショットの軌道と回転を決定する重要な要素である。ボールはバスケットを上から通過しなければ、得点としては認められない。またショットが放たれた後に、プレイヤーがバスケットやバックボードに触れれば、インターフェアとなる場合もあり、バイオレーション、ファウルにはならない。 ペナルティとなる。ボールを保持するチームは、一定時間以内にショットをし、そのボールがゴールするかリングに触れなくてはならない。その制限時間は、国際ルールや NBA では24秒、ミニバスケットボールでは30秒である。その反則はバイオレーションである。ショットされたボールが、バスケットよりも高い位置にあり、なおかつ落下している時に、オフェンス側の選手がボールに触れた場合には、 ボールがバスケットに入っても得点はカウントされない。またディフェンス側の選手が触れた場合には、ショットされたボールがバスケットに入らなくても得点が認められる。バイオレーション。このルールをゴールテンディングという、身長の高い選手があまりに有利にならないように導入された。フィールドボールとは、試合の規定時間進行中に放たれる、ショットのこと。野投げとも呼ばれる。 対義後はフリースローとなる。フィールドゴールにはショットしたプレイヤーの位置により得点2点が与えられるものと3点が与えられるものがある。渦の3ポイントラインよりゴールに近い位置のショットはゴールすれば2点の得点となる2ポイントショット。3ポイントラインより外側3ポイントエリアのショットは3ポイントショットとなりゴールすれば3得点が認められる。 スリーポイントショットはスリーポインターとも言う。フィールドゴールの成功率はポジションやプレイスタイルで大きく変わる。センターなどゴールに近い位置でプレイするポジションやスラッシャーというインサイドへ切れ込んでショットを狙う線は距離の短い簡単なショットが多いのでショット成功率が高い傾向にある。一方、アウトサイドから得点を狙うシューターは 距離の長い難しいショットが多いので、成功率が自然と低くなってしまう。このため、ショット成功率は、ショットの正確さとはあまり関係がない。ディフェンス側の選手が誤って、バスケットにボールを入れた場合には、オフェンス側の得点、ゲームキャプテンの得点としてカウントされる。NBA の場合、最も近くにいたオフェンス側の選手の得点として、記録される。 フリースローとは一方のチームがファウルあるいは特定のバイオレーションを犯した場合に相手チームに認められるペナルティの一つであるフリースローサークル内のフリースローライン手前からどのプレイヤーにも防御されることなくショットを放つことができるペナルティの種類によって1等から3等までの間で連続的にスローされフリースロー1等がゴールすれば1得点が与えられる スローされた後のプレーの再開方法は数種類ある。リングにボールを置くように放つショットはレイアップと呼ばれる。走って放たれることが多いのでランニングショットとも言う。通常はより高く掲げることができるので片手にボールを乗せ、リングの間際でボールを手から放す。レイアップは成功確率の高いショットとされる。ダブルクラッチショットなどの場合にボール保持を確実にするため、 両手で抱え持つ場合もある。また、バックボードに跳ね返らせて、ボールをリングに入れるのも、一般的であり、高速動作でもボールを安定することが容易となり、有効な方法である。さらにバックボードに触れたショットは上昇中でも触れれば、ゴールテンディングとなるため、ブロックショットを避けるためにも有効である。HR、ジャンプショットは、ジャンプし、ディフェンスの上から行うショットのこと。 ジャンパーとも呼ばれる。現在一般的な形のジャンプショットは、ジョーファルクスが編み出したと言われる。フリースロー以外のショットはディフェンスを交わして行う。必要があり、ジャンプショットが多用される。多くの選手は、利き手でスナップする、ワンハンド、ジャンプショットを打つが、両手でスナップする、ボースハンズ、ジャンプショットもある。両手で放つショットは、体力的に劣る選手。 あるいは長距離のショットで使われることがある。HR ボールを片手に乗せ、そのままホールショットをフックショットという。相手ディフェンダーから打点が遠くなるので、ショットの阻止、ブロックショットから逃れ、ディフェンスを困難にさせるため、ディフェンダーから見て、反対側の腕を使って、ボールを放つことが多い。ボールを放つときに、腕が鍵、フックのような形になるのでこの名がある。 ボールを手から離さずに直接ゴールに入れるショットをダンクショットという。ダンクショット、あるいは単にダンクともいい、ジャムという呼び名もある。ダンクショットをするためには長身であることやジャンプ力があることが有利になる。選手の運動能力がわかりやすく現れるため、観客を沸かせることの多いプレーである。漫画、スラムダンクのタイトルにもなった。 スラムダンクは強く叩きつけるようなダンクショットを指すが、元は NBA のチームロサンゼルスレイカーズで長年実況を務めたアナウンサークハームの造語である。NBA で毎年行われるオールスターゲームの前に NBA スラムダンクコンテストが繰り広げられている。上記の技術を複合させたダンクショットもいくつかある。HR 楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。